ですか。あったんですかね。はい、本日出席をいただいています新役員さんはこちらの3名、あと会長さんでありました井江さんが幹事として、こちらにいらっしゃいます。それでは新会長として新しく入っていただきました委員の安倍さんという形でちょっと一言お願いできればと思います。よろしくお願いします。はい、新しく会長に推薦、いただきました森本康弘といいます。竹とんぼ子供の校からやっておりまして、小さい子3歳ぐらいから遊べる竹とんぼっていうやつ出前講座でやってたりとかいうことをやっております。あと小さい子から工作好きということでできるだけ皆さんにそういう技術を伝承していきたいなというふうに考えておりました。ただ竹とんぼの会農家ということで代表をやっておりますが、実は会員はうちの患者さん一人であります前回ちょっと会合っていいますか集まりがあったときに会長さんが2年で任期が切れるということで、そんなにむちゃくちゃ大変というふうなことはないんではないかというふうに思っておりますが、やっぱり会長さんということになるとなかなかやっぱり気遣いとかいろいろ大変だと思うんですけど、2年経ったということで退任したいという意向がありましたので、私も会社を退職して一応新たに仕事に就いておりませんので、比較的時間をやりくりするのが可能です。それで役員会とかいろいろ打ち合わせだとかそういうところになんとか出席率って言いますか高くできるんじゃないかということで、私でよければ引き受けてもいいですよという話をしましたら、やってくださいということですので、特に強い思いがあって私が会長をやりたいという方がもし他にいらっしゃればすぐにでもお譲りしたいと思うんですが、もしそのような方がいらっしゃらないということであれば、ちょっと偏屈な63歳の親父ですけど目は真面目で一生懸命やるタイプの人間ですので、皆さん のお助けをいただきながらまた楽しくですね2年間やっていけたらなと思いますので、どうぞ一つよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。それでは安倍さんの方お願いします。安倍俊夫と申します。モカハワイアンズっていうハワイアンのバンドをやって、デイホームとかいろんなところ、ボランティア活動を始めてまだ間もないんですね。まだ2年目ぐらいなものですから、ボランティア活動とか皆さんの活動してるのかいまいち分かんないところがあるんですけれども、先ほど森本会長が言いましたように私も定年終わりましてですね、暇なもんですから会合とかそういうのにはおしなべて出られると思いますので、微力ながら務めさせていただきます。よろしくお願いします。